どうも、くまです。今日は、レジェフェスに向けて、フリークエストやっていこうかなと思います。まだね、クリアしてないフリークエストがちょこちょこあるんですよね。ちょっとこの辺は無理だな。そこをね、クリアしていこうか。ハービン限定とかあんだ。まずは男前限定、ラカムーでいきましょう。ヒパーティーか。いまいちいいのがないな。これは微妙いな、さすがに。これでいきますか。火はどれだ？あった。おー。ラカムーを入れなきゃダメか。であれば、アニラとラカムーを入れ替えますか。ラカムーと。準備万端だぜ。じゃあ行きましょう。テキストはね、早送りで行きますか。さて、やれやれ。おいおい。キッチン。いや。たく。よし。さあバトルですね。うわ、めっちゃ多いな。なんだこれ。レベル30か。ちょっと一回殴ってみますか。どんなもんか。意外と強いな。いっか、大丈夫だろう。アイオンパー。大丈夫っすね。フルオートでいきましょう。結構敵が多いな。強そう。結構強いかこれは。大丈夫かな。1300くらいか。ちょっとやばいな。オート解除しよう。一回回復して、ここはオートで大丈夫そうだね。よし、ここで一回オート解除しよう。負けてもしょうがないから、こんなところ。じゃあ、ジオーダーグランデ出して。結構強いな。オートで大丈夫か。回復あるし。置いて。グラビデうぜ。ラストバトル。これボスか。オッケー。ボスであるならば、もうバッコリいきましょうか。ここまでやる必要があるのかは分かんないけど。こんだけやれば大丈夫でしょう。意外と減らないな。減らな。あれ？なんだ？弱いな、なんか。いっか。OK。
火がね、いまいち育ってないんだよね。オッケー、うわすごいいっぱいもらえたね。オッケー、1個クリア。じゃあこの辺は早めに飛ばしましょうか。ありがとうよ。待てよ。やれやれ。ん？おいよ。はい、クリアですね。じゃあ次、ハービン限定行きましょうか。水か。いや、ここはグランデパーティーで行きたいな。ここは編成で、ちょっと一回火パーティーを解散しちゃいますか。ハービンってどれ？ちなみに。これ？アルルメイヤとか？属性書いてねえんだよな。任せておけ。多分なんかちっちゃいシリーズでしょ。あ、なになに？ちっちゃいシリーズ。これハービン？いや、書いてねえんだよな。いや、これは違うはずだ。こいつハービンでしょ。合ってっかな。これハービンじゃないの？これハービンでしょ。出発ですか？あ、ソシエっておっきいかな。ちっちゃいシリーズ。これちっちゃくないよね。あれ、こいつ何？こいつはちっちゃくねえわ。こいつは？いや、わかんねえな。ハービンってどれだよ。これもちっちゃくないでしょ？これちっちゃいよね、確か。いや、これヒューマンっぽいな。ハービンってどれ？ちっちゃいシリーズでしょ？あ、これちっちゃいよね。明らか。見ててよね。アレルメイヤちょっと怪しいね。ハービンかどうか。もうこんなん適当でいいんだけどな。お任せでハービン選んでくんねえかな。あ、これちっちゃいね。さあ行こうぜ。で、召喚石もグランデにしちゃって。あ、ちょっと被ってんな。まあ、いっか。これでいけんじゃないか。お任せ編成にする。水属性でいいか。あー、こういう感じか。いっか、行ってみるか、試しに。なるほど。やばい、お任せにしたからな。装備とかもうめちゃくちゃになっちゃったな。まあいっか。なるほどね。私はお兄さん。なんだ？グッド。申し訳ねえ。なんだと？はあ？ねえ。なあ。おお！なあ！で？やんのかこら。ちょっと待ってよ。オッケー。ハービン限定。最初からボスか。なるほどな。これはもうブッパで行くしかないかな。ちょっとこの効果は分かんない。あ、グランデにしちゃったな。まあいいや。やばい、全然減ってない。アルマゲドン。まあ、いけるかな。いや、結構厳しいか。
かっさばく。聞いてください。リルルの歌。いやまだいけるな。これ言っただろ。弱っ。いやちょっとお任せ編成にして編成ぶっ壊れちゃったな。オッケーオッケーオッケー、かなり減らした。もうこっからオートでいいね。オッケー、ハービン限定もクリア。お疲れ様。実はで、はい、なな、はい、ゲームよ。やっぱり。オッケー。じゃあ次行きますか。絶望しか見えない音楽会。オッケー。水だったらちょっとどうしようかと思ったけど。そうだな。これで行くかな。え。うわー、火がなく。ちょっと待って。火がやばい。これ火だよね。あ、火が。ちょっと待って、お任せで、火にして、これアニラに変えて、よいぞ。まあちょっと並び順とかはまあいっか、これで。で、武器がどうなってしまったの、これ。これどうなってしまったんだ？うわ、めんどくせえなぁ。ちょっと待って。カラトボルグは絶対違うでしょう。火ってどれだっけ？あ、これだ。で、もう一本火があるはず。あー、よかった。すぐ見つかったわ。で、これを、バハケンに変えて、OK。多分これで OK だと思う、火は。うん。で、召喚石も、これでいいか。うん。悪くないな。OK。じゃあ、絶望しか見えない音楽会行きましょうか。どうして？まったく。ありがとう。残酷な世界。素敵な演奏。もう。こら！いや、その。しっかり。セレフィラさん。でも。でも。俺と世界を。この音色に。グッと。さあ、演奏会中に魔物が出てきてしまうと、そういったストーリーでしょうか。いいね。今までとメンツがちょっと違うけど、まあいいだろう。あ、このクエストは楽勝だね。オッケーオッケー、稼げてるよ。音楽の力、まさにカオスである。奏でましょう。おお、まあいや、はい、まったく。え、私も。いや、そのセレフィラさん、うん、なんかよくわかんないストーリーだったな。じゃあ次
風に揺れるルリア大丈夫、これがラストですね今日の。 OK、 強い方で行こう。ふむふむ、にゃにゃ、ありがとうございます。おっと、え、これ誰、シャオって初めて見た。ジャスミンは天使だから。では僕は、にゃはまあここもオートで大丈夫かな。一応今回からはあんまスキップをせずに、まあちょっと早いですけど、まあバンバンクリックして進めていくんで、もしちょっとストーリー見たい方は、まあ停止しながらね、見てもらえるとありがたいかなと思います。それか、あのなんか、スピードをね、緩められるんで、0.5 とか、そういう感じで見てもらえるといいかな。もうこれはオートでいいか。死にたい奴はどういう。ショーの始まりよ。はい、オッケー。物足りない。これさて、はい、こいついつも吐いてんな。はい、それでは短いですがご視聴ありがとうございました。また次回ね、新書籍集めやっていきたいと思います。